以上で質問を終わります。はいえー、次に加西明君。加西明君。日本共産党の加西明です。普天間基地の辺野古移設問題に関連して質問したいと思います。政府は今年3月20日に、えー、公有水面埋め立て申請書を提出いたしました。これに対して沖縄県は4月10日 13項目33件の補正を要求し5月31日沖縄防衛局は補正書を提出いたしました今後沖縄県はこれを審査した上で3週間の告示縦覧を始めるということでその際に補正の内容は公表するとしておりますで沖縄県が補正で求めていた埋め立てに使用する土砂の採取場所や土量土の量 搬入経路については、防衛局が提出した補正書で、埋め立てに必要な土砂量は約2100万、えー、立方メートル、竜兵。うち、主要部内から約400万竜兵採取をし、残りは県外から調達するとして、調達先を地図で示して、土砂量を明記しているとの報道がございます。そこで防衛省に確認しますが、この埋め立てに使用する土砂の採取場や、 採取場所や塗料、搬入経路について、補正書では報告しているのか、しているならどのような概略になっていますか。防衛省伊藤森夫経理総務局長。先生にお答えします。えー、沖縄県は埋め立て証人願書の補正に関しまして、えー、購入図なおよびがん釣り等につきまして、 採取場所、採取量および搬入経路を具体的に記載することを求めておられました、がんずり等の購入する土砂につきましては、こういう水面埋め立ての承認を得られていない中で、土砂購入にかかる契約等を締結しておりませんけれども、埋め立て工事の計画に当たりまして、想定しました具体的な土砂、採取場所等について、補正した資料について記載しているところでございます。笠井明君 ど略どう,うものかという中身は書いてあるということしか言わないんですけれども、中身についてはないんですか。伊藤森代経理装備局長補正書の中身につきましては、県の方で広告縦断の手続きを捉えるというふうに承知しておりますので、本日、私の方から言及することは控えさせていただきたいといま。 まあ予からの移入、あるいは汚染、有害物質の搬入で、まあ、海の生態系、それから環境が変化するんじゃないかという危惧がです、ね、環境団体、県民市民からも出されていると、つまりこのヘネコ移設問題に関わる、まあ、重大な問題の一つであります。そこで防衛省に、まあ、いくつか事実確認したいんですが、この土砂等の資材調達について何点か聞きます。2010年の2月26日のの月日予算委員会でで私質問の中で 普天間飛行場の移設に関する工事等の発注について取り上げました。その中に2009年3月、沖縄防衛局は埋め立て事業に関わる2つの関連事業を発注している。えー、1つは主和部資材調達検討業務と、もう1つは主和部資材調達調査業務であります。でこれらの事業報告書が 2010年3月に提出されておりまして、私、ここに持ってまいりました。これ、それぞれかなり、えー、分厚いものでございますが、これらの事業の目的と業務の受託者、それから委託料について報告してください。伊藤森夫経理装備局長。先生、ご指摘のとおりに、えー、普天間飛行場代替施設建設事業にかかります資材調達に関連しまして、沖縄防衛局は平成20年度に、 主話部平成20年度資材調達調査業務、主話部平成20年度資材調達検討業務の2件を業,業務を委託いたしました、このうち資材の調達検討業務につきまして、まず目的でございますけど、本事業において使用される埋め立て土砂等の主要建設資材の調達手続き等について検討するとともに、 えー、沖縄防衛局が開催した、えー、外部輸出者による主要建設資材の調達にかかる検討委員会において提言を得ること等を目的といたしております。えー、また、受託者につきましては、えー、財団当時、財団法人防衛調達う基盤整備協会でございます、えー。業務委託料につきましては、一百四十二万円五千円でございます。それから手話部の 資材調達調査業務につきましては、目的は普天間飛行場代替施設建設事業において、必要な主要建設資材の調達供給に関する情報を調査、収集することでございまして、受託者は株式会社日本港湾コンサルタント。 業務委託料は2415万円でございます。<上>笠井明君、まあ、この二つの事業で合わせて4357万円、えー、約ですけれども、税金が投入されていると、でこの二つの事業の結果、報告書というのは、まあ、当然のこととして、3月に提出したこういう水面埋め立て申請書に生かされていると、こういう理解でよろしいですか伊藤森雄経理総務局長。 2つの報告書をいただきました、そ,のそれに、えー、またあの、防衛局の方で作りました外部委員会の検討委員会と外、外部有識者の検討委員会というところでも、さまざまなご議論をいただきまして、えー、そうしたものをもと,もとにして、えー、提出をさせていただきます火災明けがされているということであります。そののの上ででままずその資材調達検討業業務の方ですけれどもこ事は今報告がありましたように 埋め立て事業において使用される資材の調達手続き等について、どんな方法でやるかを検討しているものであります。沖縄防衛局は、普天間飛行場代替建設事業資材検討委員会、これを設置をして、そこでの審議を経て、調達手続き等の提言を得ることとしております。でこの報告書では、アセスとの整合性ですね、環境影響評価書との整合性について、事業者自らが行う埋め立て材料の採取は、 本事業に係る環境影響評価の対象となるが、高級購入など、それ以外の方法による埋め立て材の調達については、環境影響評価の対象とはならないと。本事業に係る環境影響評価準備書においては、埋め立て土砂の調達による購入のこととしており、調達を行う上でこの原則を違えることはできないというふうに述べておりますが、なぜこうしたことを原則とするということになっているのか、説明してください。 伊藤森夫経理装備局長。これは先ほどおご説明しましたように、手話部資材調達検討業務報告書時代は、えー、委託をして、委託先で、えー、報告書として提出いただいたものでございます。えーまあ、原則という言葉をなぜ使ったかということは、そういうことを勘案して、私どもで、えー 考えなければいけないとお答えができないと思いますが、ここはあの環境、先生御承知のように環境影響評価書との整合性について記述しているところでございますから、あのそういう法体系を配慮して記述をしたということだと思西ます。<長>笠井明君。つまり、市場の部内から調達する土砂以外は、購入土砂で調達すると、まあ、それが互えることのない原則、できない原則と、まあ、この報告書であるということは、 埋め立て事業のアセスとはか,かりなく法体系ということですから、外から住者が持ってくるということになるわけであります。で、この資材調達検討業務では、大規模埋め立て工事の類似事例として、関西国際空港二期工事事業、建設事業、中部空港建設事業、羽田空港 D 滑走路建設事業、岩国飛行場滑走路移設事業の調達手続きについて検討しております。で、検討委員会、これは、えー 防衛局が設置したものでありますけれども、この審議では、A から E ということで、五つの案について審議を行って、その後三つに絞り込んで、最終的に二つの案について検討委員会の結論として提言をしているということだと思うんですが、結論で提言された二つの案というのはどういうものですか。伊藤森代経理装備局長。 先生ご承知のように、最初、A から E という案がありまして、それから A から D という案に移っておりますけれども、最終的に2つに絞った案というのは、埋め立て、工事、施工業者、自ら土砂等供給業者を選定し、資材調達について契約調達する方式と、 事業者が土砂等供給業者を指定し、埋め立て工事施工業者が指定された当該、当該土砂等供給業者と資材調達について契約し調達する方式でございます笠井昭君。この調達手続きについて、この2つの案、今言われた案を提言した検討委員会は、併せて埋め立て材等の受け渡しですね。 これについて、同話渡し、あるいは現場渡しについて限定しないということで、つまり、資材を金募の積み出し口で引き渡すか、あるいは資材を工事現場で引き渡すかは限定しないということで、事業者において検討を決定されるものとして、うん、しております。三月に、防衛あの、沖縄防衛局が提出した、こういう水面埋め,立埋め立て申請書では、どちらの調達手続きで埋め立て事業を実施することにしているのか、 また、埋め立て材等の、えー、資材の受け渡しについては、えー、そのどちらで実施することにしているのか、どうなっているんでしょうか伊藤森雄、経理装備局長。 えと先ほどご説明しましたように、その3月の状況はこれから広告縦覧されることになりますので、ここで詳細を言及することは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしましても、本事業にかかる埋め立て土砂等の調達方法、資材の受け渡し方法等につきましては、えーまあ、今後、こういう水面、埋め立ての承認を得られました時点で、えー、公平性、透明性などを確保し、 環境等も勘案して、これまでの経緯も踏まえて、適正に決定してまいりたいというふうに考えております笠井明君。これからだと認められたらこれからだという話だったんですが、じゃあそこで次に資材調達調査業務について聞いてみたいと思いますが、この業務の目的は、これまた先ほど報告ありましたように、各種資材について、どこからどれだけ調達が可能かを調査収集しているものだと思います。で具体的には7件の 資材調達業者に対してヒアリング調査を実施していると思うんですが、7件というのはどこですか。またそれぞれどれだけの地域と資材調達業者を調査したのか、この中の内容について報告ください。伊藤森夫経理総務局長。手話部の資材調達調査業務におきましては、 アンケート調査を行っておりまして、その項目につきまして、アンケートやヒアリングによる調査を行っておりまして、その項目についてのご質問だと思いますが、まず事業所の概要、それから土砂等の採取場所の状況、過去10年間の出荷量の実績、将来5年の出荷予定出荷量、採取可能量、がんずり保有量および出荷可能量、それに、 えー、参考販売価格でございます加西昭君あの7県とはどこか、そしてそれぞれどれだけの地域と資材調達業者を調査したのか伊藤森雄経理総務局長、えー、調査対象としました地域および供給業者につきまして。 えー、石材は沖縄から四国にかけまして、えー、13二27社を対象に、埋め立て材は6地区8社を対象といたしております<上>笠西明君、あの件名はどこかと聞いてるんですが、懸名言ってください。伊藤森夫経理装備局長、えー。石材につきましては、沖縄、鹿児島、熊本、長崎、福岡、香川。 埋め立て材等につきましては、沖縄、鹿児島、高知であります笠井彰君、最初に聞いてるんですけど、なかなか懸命言わないんです、書いてあるんですよ、ようやく言うんですけどそこまでいろいろ調べてるわけですよね。でこの調査では、埋め立て材等の供給源を検討して、月別必要量が約100万リュウベイのピーク時においては、すべての地区から調達しても供給しきれないというふうに述べて、その量は8か月で約90万リュウベイに達して、 最も追いつきで16万粒米というふうに報告をされております。この数値というのは、えー、埋め立て工事の実施時期との関わりで変動の可能性もあるとは思うんですけれども、調達しても供給しきれない問題について、3月の埋め立て申請ではどんな対策が検討されているんですか。伊藤森夫経理総務局長。 繰り返しの答弁になりまして恐縮でございますが、3月の埋め立て申請の,その補正を経ました状況については、これから広告柔軟でございますので、詳細について言及させていただくことは控えさせていただきたいと思いますけれども、実際にそのピークのときに資材を供給しきれなくなった場合の対応につきましては、 本事業に関わる環境影響評価書に記載されております埋め立て土砂につきまして現時点において主に使用を予定しているがんずり等のほかダム堆積土や浚渫土を含む建設残土等あるいはリサイクル材等につきましてその時点におきます発生状況を踏まえてそうした供給量の しきれなくなった場合に具体的に検討していきたいというふうに考えております笠井昭君この資材の調達調査によりますと輸入資材についても検討しております報告書によると輸入資材について我が国では石材や、えー、砂の,おあの要するに海砂輸入に関するです、ね、法的規制がなくて自由に輸入できるとしかし植物貿易法上土が付着したものについては 輸入できないために、現地で洗浄する等の注意が必要で、土の不着が否定できない陸の砂、陸砂やあの川の砂などは、えー、植物けん防疫法の対象となっているということでありますけれども、この,この点については、3月に提出したこの申請書では、輸入資材についてはどのような扱いになっているんですか、また同じように、これは言えないという話ですか伊藤森雄経理装備局長。 震災症につきましては、先ほどと同じような答弁をさせていただかざるを得ないと思いますが、輸入資材についてのご懸念に関しましては、先生おっしゃるような埋め立て土砂の調達に際しまして、有害物質混入等の土壌汚染の対策や、さまざまなその土壌汚染にかかる環境基準の規定を満足する土砂を用いるという考え方でやっておりますので、外来生物混入等の対策としまして、その 生態系に影響を及ぼさないような土砂を用いていきたいというふうに考えておりまして、えー、土砂調達先を決定するにあたりまして、こうした状況を勘案して、えー、当該土砂の搬入にあたって、定期的に試験等により確認することといたしたいというふうに考えております笠井明君そういうものは混入しないという話があって、輸入の模話もそうですが、それからその沖縄以外から持ってくる場合もそうですが、それについては大丈夫だというのは誰がどう判断してやるんですか。 いいですか伊藤経まだあのこういう水面埋め立ての,その願書を提出したところでございまして、沖縄県から判断を頂い,いておりませんけど、当然、その事業を行う者が責任を持って判断していくべき問題だと考えております笠井彰君。 でこの調査では、資材の種類として、海砂、あるいは陸砂、シラス、ガン釣り、コンクリート用の国際等について、国際等、骨材等について、各県と地域、業者に調査を進めて、可能性の検討を行っているということでありますが、その上で、資材調達の前提条件として、資材の調達は開発予定地を検討の対象から除外する、ただし沖縄本島の開発予定地は除くとするなど、12項目の前提条件を確認しておりますけれども、その主な条件というのはどういうものですか。 経理総備局長え先生ご、ご指摘のとおり、十、え、二、ー、項目の条件を、えー、考えております、えー、そして、えー、それはあ沖縄本島以外の開発のところから、えー、調達しないということ、それから、そのすみません。 調達地区の選定にあたりまして、辺野古事業現場に近い地区を優先させるということ、それから各地区からの調達量等の算定にあたりましての前提条件を詳細に規定しております笠井彰君。 まあの大臣、今聞いていただけたと思うんですけれども、最後にあの伺いたいんですが、埋め立て業務を具体的に検討調査するというふうにしていきますと、これはまあ沖縄県がこれからだという話があって、中身はまだ沖縄県のとの関係という話も言われましたけれども、しかし、すでに具体的に調査検討も、防衛省自身が発注もして、そういうこともやってきていると。で、そうやっていくと、そもそも埋め立て自体が環境に影響があるとされてきている上に、沖縄以外から、 持ち込み使用する土砂に汚染有害物質が含まれている可能性、あるいはよそから土砂を移入することで、世界に起こる沖縄の豊かな自然環境が変化する可能性というのも出てくると。具体化するははするほどそういう問題というのがどうなのかということは問題になってくると思うんです。で、これらも含めて、安倍内閣による埋め立て申請などですね、沖縄県民の頭越しで、この力づくで基地強化を押し付けるということに対して、 やはりオール沖縄の大きな光がますます広がっているということだと思うんです。えー、大臣、そういう中でもです、ね、そういうことがあっても、あくまで強行するという姿勢で臨まるんでしょうか岸田文雄外務大臣。えー、本日もあの葛西委員の方から、えー、土砂埋め立て、また資材調達等、さまざまな課題について、まあ、ご指摘をいただきました。あのー こうしたご質問についても、真摯にこの耳を傾けていきたいと思いますが、あのやはり何としても申し上げたいことは、さまざまな課題はありますが、普天間飛行場の固定化はあってはならないということであります。普天間飛行場の,この移設を含む、この在日米軍再編につきましては、現行の日米合意に、 に従って進めながら沖縄の負担を負担軽減に、えー、負担軽減を実現していく、まあ、これがこの政府の,この方針立場であります、あのー、地元においても引き続き厳しい声があるということはあ十分まあ承知しております、まあ、しかし一日も早くこのまあ返還が実現され、まあ、負担が軽減されるために引き続き しっかり地元の理解を得るべく、えー、説明責任を果たしていかなければならないと思いますし、また先日も嘉手納以南の土地の統合計画を公表させていただきました。えー、こうした、この負担軽減の実際の姿を一つ一つ まあ、積み重ねていくことによって、まあ、政府の方針に対する理解も、えーえー、得ていかなければならないと思っています。まあ、こうした努力を続けながら、ぜひ引き続き、この大きな負担軽減に努めていきたいと考えております笠井明君、時間になったので終わりますけれども、資材調達の問題というのは、この環境汗腫に含まれていない問題なんですね。 大臣はあの今日の報道でも、6月23日の戦没者追悼式、沖縄に出席する方向で、防衛大臣と共にということで、今、政府側から沖縄県側に打診をされているということでありますけれども、本当に追悼の気持ち、そして沖縄県民の気持ちということで、あの望まれるということであるならばです、ね、私は固定化はだめです、だめだったら、危険な普天間基地は無条件撤去すべきだし。 負担はだめですから、負担軽減だったら、むしろ家電内な,なんの問題、統合計画、負担軽減にならないというのが現実ですから、もうそういう意味では、危険な普天間基地、無条件撤去ということを、しっかりとやっぱり、あのー、そういう方向に切り替えるということを、改めて強く求めたいと思います、以上で質問を終わります、えー、次回は来たる14日金曜日、午後0時50分、理事会、午後1時、委員会を開会することとし、本日はこれにて参加いたします。